この人たちだよ、じっちゃん。ほうほうほう、ののきが世話になったそうだの。わしはブーゲンハーゲン、少しばかり星には詳しくてな、コスモキャニオンで生命学を教えている。少しだなんて、じっちゃんは知らないことなんてないだろ。ほう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 、そりゃ子供のお前よりは知っておるわい。おいらだってもう48歳だよ。 40? 七木の一族は長命じゃ。人間の寿命に当てはめるとまだ15、6歳といったところじゃの。もう大人だ。この谷だってじっちゃんたちだって守れる。おいらは父とは違うんだから。ほうほうほう、七木よ、もう谷の者たちへの挨拶は済んだのかの。まだ行ってくる。うんうん、失礼したの。よければ中も見学していくといい。ここにある資料の半分はガスト博士からの寄贈なんですよ。星の営みを記録するための機械じゃよ。デリケートな代物だからの、扱いには気をつけるのじゃぞ。七木を鍛えてくれたそうじゃな。外の世界を知ってたくましくなったかな。おうほう、それに触るとなだれを起こすぞい。星をめぐる記憶の結晶、目で見える以上の輝きがそこには秘められておる。君の魅力のすべてを引き出してあげるよ。星とその周辺の星々の縮図じゃ。さしずめ積もった埃が人間といったところかの。ここにある資料の半分はガスト博士からの寄贈なんですよ。ブーゲンハーゲン様も我々もナナキのことを心配しておりました。七木の昔の映像じゃ。あの頃はいたずらばかりしておったの。ここで働けることは我々の誇りです。それはごく初期の魔鋼探知機じゃ。
寿命かのう。そうせくでない、そこは後でな。ほうほうほう、全部星とつながる道具じゃ。それは気流発生器の模型じゃ。風力で動き、新たな風の流れを生み出す。実物はもう見たことがあるかの。世界一の大きさの星々の営みを観測する望遠鏡じゃ。こいつで見る星空は最高なんじゃが、今はレンズが曇ってしまっておる。すまないの。悲しげな調べじゃ。最近よく聞くようになった。伝声管を伝って地中深くから聞こえてくるのじゃよ。これは星の悲鳴ではありません。星を守るウェポンの声です。ほう、ずいぶんはっきり言い切るの。私たちウェポンを見たんです。ゴンガガとコレルのマコーロで、すごく大きくて。ほうほうほう、それは興味深い話じゃのう。が、魔鋼中毒の症状は様々じゃ。気をつけるのじゃよ。え？あの。ほうほう。そうか。そうか。お前さんたちはどうやらきちんと生命学を学んだことがないようだ。うん、良い機会だ。こちらへ来なさい。これは生命学習機。最新型が神羅本社にあるらしいが、これはわしが作ったオリジナルじゃ。では、始めよう。驚くのはまだ早い。あ、流れ星。
星と宇宙、そこに生きるもの、その仕組み、命の流れを知ることは生命学の基本じゃ。この星はわしらの星、豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。人は生き、やがていつか死ぬ。ジョンは死んだらどうなる？体は朽ち、星に帰る。では意識、心、精神はどうじゃ？実は精神も同じく星に帰るのじゃな。星に帰った精神は混じり合い、星を駆け巡る。星を巡り、混じり、別れ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ライフストリーム、すなわち星を巡る精神的エネルギーの流れじゃな。星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。じゃがその精神エネルギーがなくなれば、これが生命学の基礎中の基礎。魔鋼は精神エネルギーの浪費、これは事実なんだな。その通り。吸い上げられ加工された精神エネルギーはもう本来の役目を果たさない。機械の中で消費され消えていくのじゃ。本当に消えるんでしょうか？そうではなくて、ライフストリームに帰って何か別のものになるということはありませんか？親切？いや、親切じゃな。うん、お主はセミナーに参加した方が良さそうじゃの。お呼びでしょうか？お嬢さんをセミナー室へ案内してあげなさい。こちらへどうぞ。はい。私も。ん？ブーゲンハーゲン、巡る命が消えれば星は壊れ終わる。うん、避ける方法はないのか？例えば巡る命を強くするとか。そんなことは知らん。だがわしの生命学はもう古いのかもしれん。これほど人が星に深く関与する時代などかつてなかったことだ。星も人も変わる、生命学もな。わしはもうじじいじゃ。学びきれないのは寂しいの。お主は生命学に興味ないのか？
セミナーに参加するのがよかろう。ああ、今日はまた一段と美しい。ナナキがお世話になったそうですね。ありがとうございます。ブーゲン様から倉庫にある旅に役立つ物品をご自由にお持ちいただくように言われてます。ぜひ倉庫にお立ち寄りください。我らに恐れるべきものがあるとすれば、それは同じ星。あれもこれも全部偽物。つまんない場所だよね。生命学とかってのもどうせ偽物の学者が偉そうなこと言ってるだけなんでしょ。なんあなたの中に眠る星の意識、かつてのよくそれらを語り。ブーゲンハーゲン様から話は聞いております。ぜひともセミナーにご参加ください。会場までご案内いたします。どちらも同じこと。星、あなたは内なる星、内なる星の恵みを星へと返す。誰かセミナーに推薦して。セミナーが行われています。私は小さい頃から星と共にあらんブーゲンハーゲン様から話は聞いております。どうぞセミナー会場にお進みください。父はいつも情けないと嘆いていました。父の理屈では、私は人一倍大量の精神エネルギーを。おお、そこのあなた、あなたの体験談を聞かせてください。私、そのライフストリームに落ちたんです。ライフストリームの中はとても美しいところで、
いろんなことを思い出すんです。誰かに優しい気持ちになれたり、忘れていた思いをつないでくれたり。星の中は温かい場所なんです。でもそこには戦いもありました。星と星を脅かす敵との戦いです。私たちは星と共に生きなくてはなりません。星と一緒に敵に危機に立ち向かうべきなんです。でも戦い方がまだ分かりません。ここで分かると思ったんですけど。生命学を批判してるわけじゃないんです。怖がらせるつもりもありません。ただごめんなさい、うまく話せなくて。気にすることはありませんよ。私たちはいつでもここであなたを待っています。考えることを続けなさい。答えはその果てにしかありません。さあそろそろ星送りの刻限です。皆さんキャンドルへと向かいましょう。先に行ってるね。ただいま、セミナー。今日は星よく年に一度谷に吹き寄せられた魂、あなたも参加されると良いでしょう。ただいま、セミナーは休校中です。何かご用ですか？セミナーでいろんな話を聞いてるうちに俺も分かったんだ。あなたは内なる星、内なる宇宙か。さあでは呼吸を続け。オイラが本当に子供だった頃、あの日もこんな風に母と父とこの日を囲んで、やっぱり何でもないや。話なら聞くぞ。母の話をするとオイラの胸は誇らしい気持ちではち切れそうになるんだ。でも父のことを思い出すとやっぱり、また今度話すよ。さっきメンターと話したんだけどよ、人が星を救おうなんておこがましいってよ。星の未来は星が決める。星が汚れたら星が掃除をするだろうってな。俺たちはほっとけってか、黙って勉強してろってか。ここでもっと学べばいい。
生命学はただの学問だ。よーく分かったぜ。死んだ人間が星に帰るとかいうやつ？全然これっぽっちも信じてないんだよね。私死んだら全部パーでしょ。どうしてそう思うんだ？理由なんてないよ。自分で見たことないものは信じない、そんだけ。恥ずかしいとこ見られちゃったな。あれでいい。分かるやつには分かる。聞く側の問題だ。みんなに分かってほしかったな。ティファは悪くない。ありがとう、クラウド。燃え盛る炎。もう少しこうしていたいな。この谷を去っていった生命のアバランチ、マリ、俺、私に彼らを止めることはできんかったよ。彼らがやっぱり。また今度は話すよ。その時は早く終わんないかな、これ。なんか夜に宇宙に比べたら人間なんてちっぽけな存在、そんなことをしたり顔で話す連中に反発して生きてきましたけど、いやーほんまに僕らちっさんやね。イベントがあるんだって。心は。私は古代種です。大昔にこの星を開拓したセトラの末裔です。この世界にもう一人しかいません。この血のせいで私は小さい頃から監視されたり閉じ込められたり怖がられたり、たまに無視されたり、いいことなんて一つもない。どんなに楽しいことを続いても血のことを思うと台無し。そんなことが何度もありました。普通の生活なんてできないんだって。憧れたり諦めたり、私だからこそ出会えた仲間がいます。友達がいます。だからもう大丈夫。報われました。我慢してきてよかった。一緒にいられるように、いい人でいよう、そう思っています。普通の人生は無理でも
じゃ。聞かれてしまったか。頑張るね。